こんにちは。今回ですね、気になる男パート5でございます。第5話はですね、まあ、いよいよコンテンツというものをしっかりと考えていかなくてはいけないかなというふうに思っております。まあ、というのが、動画放送ってのは見る方の時間を確実に奪ってるわけなんですよね。ですんで、見てくださってる方の奪う時間に相当するようなコンテンツ、つまりコンテンツっていうのは中身ってことなんですよね。中身をやっぱり伝えていかないといけないと思うんですよ。まあ、その取っかかりとして、 自分のことをつらつらと喋っていても、おそらくこれ多くの方には興味ないんですよね。もちろん、視聴者さんと発信者の関係ができていれば、この発信者の個人的なこととかっていうのが、ものすごく興味を持たれるんですけども、さっきまで知らなかった人がいきなり出てきてね、自分のことをつら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 喋ったところで、なんか聞き苦しいだけなんですよね。相当トークが上手じゃないと、私のことを聞いてもらえませんかっていうものに興味を持ってもらえないんですよ。選挙演説みたいなもんですよね。 それでですね、じゃあ一体どのようにこの一人語りを YouTube ですればいいのかなってことなんですけども、私は一つの法則を設けてるんですよ。それは You, We, I の法則。トークにおける You, We, I の順番と言ってもいいですかね。これはどういうことかっていうのをこの第5話でお話ししたいと思います。これはですね、まず何かの動画をクリックして、そして再生して、 見たり聞いたりするわけなんですけども視聴者さんはねまず自分に関係のあることが聞きたいんですよ自分の関係のあることねどんなことが視聴者さんが求めているか大抵の人は何かに困っている何かに悩んでいるから検索して再生ボタンを押すんですねじゃあ何に困っているのか人類の永遠の悩みってのは何なのかそれは大きく4つに分かれるわけなんですよ何でしょうかね一つ目は そうですね、お金の悩みなんですよお金に困ってる人が多いもしくはお金に対していろいろと答えを探してる人が多いんですよねで検索して再生するんですよだから YouTube のタイトルにお金関係とか側近とかすぐ儲かるとか借金を返すとかこういったキーワードを入れると再生率上がるんですよ、まあ、だからといって私はそういうキーワードばかり入れるわけじゃなくて 気ままにやってるんですけどね。じゃあ、多くの人が生涯抱える悩み、そのうちの一つ、お金。このことについて、これからあなたに話していきますね。というふうに話し始めると。さあ、どうでしょうかそうなんですよ。再生維持率が上がっていくんですよ。しかも、本当にこのお金の問題について、解決できそうだなと。聞いてみようかなって思わせるような、まさに、 中身が伴っていればなんですよね。じゃあ他に人類抱える共通の悩み二つ目は何でしょうか健康なんですよね。健康というキーワードの中には分解するといろんな要素が入ってます。例えばね、老化。そう。健康を失ってしまう一つの要素として、歳をとって目が見えなくなってきたとかね。それからちょっと腰が痛くなってきたとか。うまく 走れない、喋れない。こういった健康を害していくっていうところもあります。あとね、体を鍛える。こういった健康もあります。もちろん、今ちょっと気分が悪いから、どういうふうに健康状態を取り戻そうかなとか、どうも最近食欲がないな、白髪が出てきたら、まあ、様々、人の悩みっていうのは健康に類するものが多いわけなんですよ。私のことで言いますとね、私はね、白髪が目立つんで、検索して、 いろいろと見たら、白髪が治る、そんなシャンプーがあるっていうので注文したんですよ。ね。もうすぐ届きます。でもですね、注文した商品を検索して体験を見てみると、これ白髪なくなりませんよっていうね、コメントがあったりとか、実際に YouTuber で、その同じ私が発注した商品を試して、 三ヶ月やってみたっていうのがあるんですけども、全然効果がなかったっていう,うにね、レポートしてくださる方がいて、うわ、なんだ、先にこっち見とけばよかったなぁと。もう私もまだ甘いなっていうところなんですよ。つまりこれ何を見せるかっていうと、私ほどの情報発信をしていて、それで、まずは調べてから注文すればいいって分かってるのに、その時はね、ついつい注文ボタンを先に押してしまったんですよ。そして商品が届くまでに、二日三日あるじゃないですか。その間に、そういえば、 あの商品って本当に効くのかな体験者いないかなっていう風に後から検索しちゃったんですよ。まあ金額が安かったんで迂闊だったですよね。はい、こういったことも私の体験としてお話もできますし、はい、そして多くの方がどういうふうにすれば失敗しないのかってことをコンテンツ、中身としてお伝えすることができると思うんですよ。ね、私も50になり健康状態、つまり老化が随分進んできました。 人間ってのはね大体ね30から老化が始まってますんでねあとは老化とどのように戦っていくか老化をどのようにごまかしていくかっていうふなレースになってくるわけですよ人間の寿命が80歳ぐらいまであるとして30からですから50年間はどう若作りするかっていうふな勝負に男性も女性もなるかもしれないですねはいじゃあ人類が抱える共通の悩み3つ目は何かというと仕事なんですね仕事仕事っていうのはただ会社に出勤してとか 在宅でパソコンで仕事をするっていうものではなくて誰かとの関係を何とかするっていうことも込みなんですよね仕事地域社会で着られないためにとかそれから自分の家族とどう過ごしていくかこれ全部ね仕事という括りになるんですよ仕事っていうのは義務と責任を正確に果たすことそして義務を義務以上に果たすこと責任を責任以上に果たすことこれが含まれていると思いますまあ話が長くなりますので 四つ目のこともお話しましょうか。人類が抱える共通の悩みは四つあるというふうに私言いましたけど、四つ目は何か。恋愛でございます。恋愛は人間関係と言い換えてもいいと思いますね。恋愛について多くの人が悩んでます。10歳ぐらいから70歳ぐらいまで恋愛で悩んでます。例えば、好きな人が見つからない。好きな人に告白できない。デートがうまくいかない。結婚ができるかどうかわからない。結婚したけれども浮気をされてるらしい。 結婚したけれども、どうやったら、熱々の恋愛関係のまま、20年、30年過ごせるだろうか。そして、恋愛の熱が冷めてしまった。でも結婚している。どうしよう。さまざまありますね。まだまだありますよ。恋愛の悩みといえば、同性愛というのもね、今多分悩みになっています。カミングアウトという言葉ができて、だんだんと周りの人に言いやすくはなったけれども、それでも同性愛というとなかなかね、向かい風があったりとか、偏見の目で見られてるんではないかなというような気持ちになったり。 あるわけなんですよそして同性愛だと困ったことも結構起きてきますまあ、それについてはまた長くなりますので別のところでお話します同性愛だけじゃなくて近親恋愛というのもありますなぜなお兄ちゃんと妹が恋愛関係になってしまったこれもない話じゃないんですよ通常は常識ではほとんどないと言われてますけどもでもそうは言ってもねそういったことも起きうるわけですよじゃあ近親恋愛になった時いとこ同士とかね それから、親子で恋愛状態に陥ってしまった。別にね、アダルトビデオの中の話だけではないですよ。本当にそういうことがあると。やっぱりね、アダルトビデオっぽいなってことで気持ち悪いの読見られるんじゃないだろうかとか、この幸せは壊されずに済む、どうすればいいんだろうかとか、この環境を続けていいんだろうか、家族や周りの人に逆に迷惑がかかっちゃうんじゃないかっていうふうにして、せっかく愛し合ってるのに無理やり別れようという話になってみたりするわけなんですよ。もちろん、社会的にはまだまだ、 全然理解が進まないところでもありますし私も他人がやれない人けども自分の家族がそうだったらやっぱり嫌だなという気持ちがありますだからこそインターネットでこういったことが相談できる人を人は探すんですよねまあこういうふうにお金仕事恋愛健康この4つのカテゴリーでこういうふうな悩みをお持ちの方これから私の話を聞いてもらえますかっていうふうに動画を作り出すとその動画っていうのは その動画が必要な人にだけ最後まで見られるんですね。つまり再生数とか視聴維持率に現れるんで、自分がどのくらいの人にこのメッセージが、このコンテンツが届いているのかってことが分かるわけなんですよ。これがアナリティクスでございます。さあ、じゃあ動画の作り方申し上げましたけれども、逆に私の場合は全く他者にとって意味のない動画ばかりを出しています。でも見てくださるんですよね。それはですね、やっぱりおかげさまで私に 久保哲郎の動画なななららら見たいといいいいととうファンがいらっしゃゃるからじゃないかじ思います私のトークだけではなくて私の息子の大和くんが何の意識もなく滑り台を滑ったりとかねそれからおもちゃで遊んだりそういった動画が数百再生されるところを見るといや私よりも視聴維持率高いなこの子はなとか私よりも YouTuber として優秀になるんじゃないだろうかと思ってね 成長と発展を願うばかりでございますさあそんな形で今後もですねこの気になる男シリーズ見てくださる方のためになるような動画をどんどん出していきたいと思いますいってらっしゃい